皆さんこんにちは、チョコバナーです。今日はですね、ででん、こちらレブロンのラッキーバッグを買ってきました。こちらがですね、2020年のものなのかな、わかんないんですけど、2ヶ月前くらいかなにももう一個ね、別のラッキーバッグを開封してるんですよ。結構最近ハイペースでレブロンラッキーバッグ出してるんだけど、今回はこちらを開封していきたいと思います。ちなみに前回の動画は最後のエンディングに貼り付けておくので、そちらも気になる方はチェックしてほしいなと思います。今回のこちらのレブロンのラッキーバッグが税込み2200円でございました。はぁ、楽しみ。ちなみにこの裏に入ってるものが大体書いてあるんですけど、これはもう一回私は見ずに選んでます。今回は何が出るかな。私レブロンのあのマットリップ、このリップが最近すごくお気に入りなので、マットリップが出たら嬉しいなって思う。ちょっとこうブラウン寄りのリップにハマってるから、それを狙っております。じゃあ見ないで開けてきます。よっ、あっ、1,2,3,4,5個かな、入ってます。これはね、ちょっとなんか見当がつくので、一番最初これから開けよう。いきます。1つ目、せーの、ででん、あ、ファンデーションです。カラーステイメイクアップファンデーションの150番になります。これがですね、2200円です。これ1本で元が取れるという奇跡。24時間崩れにくいのにしっかり潤う憧れ美肌キープファンデーション、 SPF15 でオイルフリーだそうです。手に出してみようかな。クッションファンデーションをね、ずっとクリオンのやつとミシャのやつをなんか毎日使い分けたりしてたんだけど、どっちも最近もうほぼほぼ液体がなくて、ギューって押してクッションファンデ出してるから、ファンデーションそろそろ欲しかったんですよね。アットコスメで電動入りだって。ほっ、よいしょ、出しすぎたかな。色もなんか多分合ってると思う、私の肌に。あ、めっちゃ伸び、すんごい伸びる。なんかね、すごいね、みずみずしいテクスチャーです。超伸びる。これさっきのワンプッシュだけで顔全体に塗れると思うし、すんごい伸びるわ。だってこれ多分腕全体に伸ばせるくらい超伸びるファンデーションです。オイルフリーって書いてあったからさ、なんていうの、こうマット目にこうしっかりつくやつかと思ったら全然超伸びる。え、これ使おう。伸びやすく軽いテクスチャーです。肌感キープ、あーいいね。最近マジでずっとクッションファンデだったから、久しぶりにリキッド使おうと思います。で、良き、めっちゃ良き、色もあって良かった。これが1つ目。じゃあ2つ目いきます。なんかね、こうスティックタイプのものが何個か入ってるので、それを開けようかな。2つ目、せーの、てれん、あ、これ去年も履いてたやつだ。ローラー型のアイライナーなんだけど、レブロンカラーステイイグザクティファイリキッドライナーですね。これね、使いにくくて一回も使ってないの。101番のブラックなんだけど、これはなあ、あんま使わないな。ちなみにこれは1500円プラス税です。こういう感じのアイライナーなんですけど、開けると筆の先がこんな感じで、わかるかな？ローラータイプになってるんですよ。なので、描くときもこのローラーをね、コロコロって転がしながら描くんだけど、これね、難しくて使ってないです。失敗が怖くて。ただこれね、カラーステイっていうか、これ少しこう乾かしておくと色がこう擦っても全く動かないぐらいのカラーキープ力ではあるので、まあ、その点はいいのかなと思うんだけど、さすがにこれはね、私もともとアイライナーそんな得意じゃなくて、目尻にしか描いてないのにちょっと苦手だから使ってない。これ去年も入ってた。で、カラーも結構ね、わかるかな、超黒って感じ、漆黒黒、習字で描く時の墨くらいの黒なので、使ってるカラーもブラウン寄りの黒だったりしたので、って思って使ってないやつだ。まあまあまあ、でも福袋ってこういうこともあるよねって感じだよね。あ、乾いてる。こんな感じで30秒くらい置いただけなんだけど、こすっても寄れないアイライナーにはなってます。だから雪とか顔にかかるとき、いやでもな、スキーとかな、なんかゴーグルするよね。こうアイラインが落ちてほしくないときに使うのがいいのかなって感じですね。ファンデーション、アイライナーときました。3つ目いきます。これなんだろうな、なんかね、長細いの後2つとコンパクトみたいなやつがあるので、そのコンパクトから先に出します。いきます、せーの、ててん、あ、チークだ、めっちゃ可愛い。しかも色、レブロンマットパウダーブラッシュ114番です。え、これめっちゃ可愛いじゃん。1600円プラス税。ねえ、本当に好きなんだけど、超嬉しい。チークは最近なんかずっとチークレスのメイクをしてた私がですね、チークをつけるようになりまして、そのおかげでこういろんなチークを使ってみるのにハマってます。いいじゃん。しかも色もいい感じ。こんな感じで、ここに鏡がついてて、色がねこんな感じです。サーモンピンクみたいな感じ、ちょっとオレンジ寄りではあるんだけど、ピンクだね。こんな感じです。え、超可愛い。で、ブラシもついてます。しかもね、そう、ブラシがすっごいね、滑らか、毛量が少しちょっと少ないかなって気もするけど、良きです。ちょっと塗ってみよう。まずこう手でさ、こうやって取ってみるね。
あんま分かんない、薄付きかな、あんま分かんないかな、結構薄付きだわ思ったより。あでもねチークはね、そう一回でさこうサッて塗ってさボワってなっちゃうのはさちょっとつけにくいというかさ難しいから、こんくらいこう薄付きの方が自分で濃さを調節できるからいいかなと思うんだけど、ここに塗ってあるの分かりますかね、血色感を足すのにすごくちょうどいいようなカラーで、初心者でもつけやすいカラーなんじゃないかなと思います。ちょっとつけよう、もうほんと誰が塗ってもなんかチークだけ浮かないような、もう肌なじみがいいカラーで、マットチークって書いてあるので、まあラメとかは入ってないんですけど、可愛いカラーでじゅわっと血色感を出すのにいいカラーじゃないかなと思います。え、めっちゃいいこれ。じゃああと2つ。リップかなとマスカラかなみたいなやつかな。ちょっとこのリップっぽいの出します。いきまーす。4つ目。せーの。てれん。あ、え、なにこれ。レブロンキスプランプ、プ、キスプランピングリップクリームです。これさ、外側と同じカラーだったら超タイプのカラーなんだけど、ちょっと開けてみます。チューブタイプなのかな？開かない。開かないよー。コスメ開けるの楽しいけどさ、たまに超開かないコスメあるよ。よいしょ、開いた。ちなみにこれが1200円プラス税ですね。リップの先がこんな感じに斜めカットになっていて、これをこうチュッて出すと、あ、めっちゃ出ちゃった。先からこんな感じで出るリップになってます。ちょっと塗ってみようかな。ちょっと前のリップが少しじゃないな、めっちゃ残っちゃってるけど、ちょっと唇塗ってみます。ねえ、めっちゃマックの匂いするあのバニラっぽい匂いする。おー、かわいい。こんな感じ。秋冬にめちゃめちゃ使えるね。超いいじゃん。私このカラー好き。こういうちょっとブラウンみがかった赤リップとか、ブラウンみがかったオレンジリップにハマってるので、こんな感じのカラー、唇にのせるとこんな感じです。でプランピングリップだから、ちょっとこのなんていうの、唇にボリュームを出してくれるっていう意味だと思うんですよ。プランプって、プランプリップってちょっと前も私使ってたんだけど、で私みたいにこう唇が薄い人とかは結構それがおすすめ。こう女の人らしいプルンとしたブリッとした唇にしたいっていう願望がある方、私なんですけどこういうプランプリップってこうちょっとスースーしたりする、なんか物によっては唐辛子とかに入ってるの、なんだっけ、あのカプサイシンとかが入ってたりするリップがあったりするんだけど、それっぽい感じでこうスースーするので、気持ちだけど気持ちこうプルッとなった気がするっていう感じですね。こんな感じ。カラーめちゃめちゃ可愛いね。なんか真っ赤っかの赤リップよりかはこっちの色の方が落ち着いてるし使いやすいと思います。可愛い。すごいなんかクリスマスデートとかに使えそうですね。相手いないけど。じゃあ最後いきます。5つ目、これが最後です。せーの、ててん。お、これもリップじゃない？レブロンカラーステイオーバータイムリップカラーっていうものになってます。色もさ、さっきのやつとなんか結構似てない？ちょっとこう秋冬っぽい感じのくすんだ赤というかオレンジかな。ちょっと開けてみます。これはツインになってるけど、どうやって使うのかな。あれかな、片方がリップで片方がリップグロスみたいな感じかな。ちなみにこれが1300円って書いてあります。あ、こんな感じ。こっちがこんな感じでね、カラーはこれラメが入ってるのかな。ラメ入ってるわ。こういう感じです。さっきよりかは赤だね、赤朱色でラメが入ってるのでちょっとキラキラします。かわいい。これもプルプルの唇にこれだけで見えそう。え、こっちも塗るのかな。多分塗るんだよね。ブラシになってる。こっちがさっきのはチップだったんだけど、わかるかな、ブラシ。お、ブラシになってるんだけど、あれかな、これ落ちないってやつかな。なんかよくあるじゃないですか、キスして落ちないリップみたいなやつ。ほんとこちらが午前0時にキスしに来てよレベルなんだけど、それかな、多分わかんない。ちょっと塗ってみよう。さっきのプランプリップがすごいなんかスースーする。じゃあまずこっち側塗ってみます。ででん。こっちはねこういう感じのチップタイプなので塗りやすいです。かわいい。こんな感じかな。さっきよりもちょっとグロスっぽい感じはする。わかるかな、ちょっとこうペタペタする感じなので、多分それをなんか緩和するためにこっち塗るのかな。ちょっと塗ってみます。あ、すごいなんかこれは塗ってる感があるテクスチャーです。わかる唇がすごいプルプルに見えない？乾かしておいたら飲み物飲んでもマンカップにつかないとか、そういう感じなのかな。さっきよりかは明るい感じのリップかなと思うので、秋冬だけではなく暖かくなってきてからも使えそうなリップですね。で塗って時間が経ってくると、こうさっきのんーまってなってた感じが薄れてくる感じです。感じ的にはこうオイルリップを塗ってる時の感じになってます。冬場ってこう唇もすごい乾燥するのでいいかなって感じかな。今回も良きだと思う。毎回開けてるけど、なんか年々開けてくごとにすごい良きになってる気がするの。なんか前とかは5点入りって書いてあったけど、ネイルが2本入ってたりした時があったので、コス
娘が5個入ってるし、みんながこう欲しいって思うリップが2本入ってるっていうのがすごくいいと思います。でカラーもね、奇抜なドピンクとか紫とかブラウンっていう感じのカラーじゃなくて、もう誰でも使いやすいようなカラーが入ってるセットになるので、ラッキーバッグ見かけた方は結構すぐなくなっちゃうと思うので、試しに買ってみてほしいなと思います。まあ、年末年始にかけていろんなコスメのラッキーバッグが発売されるかなと思うんですけど、ラッキーバッグ開けるのすごく大好きだから、見かけたらいろいろ買ってこようかなと思ってるので、ぜひぜひチャンネル登録まだの方は登録お願いします。それでは、チョコバナナでした。バイバイ。